TBS ラジオ新米記者松本穂香です。時刻はお昼12時30分を過ぎました。こんにちは。ここからは新米記者松本穂香ですのお時間です。いきなりですが、松本穂香赤坂のスタジオに帰ってまいりました。帰ってきたって言っても2回目なんですね、スタジオで収録するのは。でもこっちの方がやっぱり音の響きがすごく綺麗な感じがするのでね、そこにストレスを感じてた方もいるかもしれないので、ここからは綺麗な音質でお届けしたいと思います。そうですね、まあいろんな方がリモートでいろいろお仕事されてたじゃないですか。新しい作品をみんなで作ったりとか。私本当に一切何もしてないんですよね。このおうち時間は本当におばあちゃんみたいな生活を送ってました。まあそんな話は置いといて、気になるのがこれからのドラマとか映画のことが多分気になってる方もいるんじゃないかなと思うので、ちょっとお話ししたいんですけど、ドラマの撮影は順調にこのまま行けば再開できそうなので、もうちょっと時間はかかるかもしれないけど、龍の道皆さんにお届けできる日は必ずやってくると思うので、楽しみに待っていてくれたらすごい嬉しいし、頑張ります。ちょっとね、あんまりこういう話をすると言葉を選びすぎて何て言ったらいいのかわからないけど、みんなでコロナに気をつけてね、みんなで変わらずコロナと戦って前みたいな生活に戻れる日が早く来たらいいなと思って、気をつけて私もこれから頑張りたいと思います。みんなで頑張りましょう。さて、この番組では私松本穂香が駆け出しの新米記者として、毎週この人に話を聞いてみたいというゲストにアポを取り、人生の失敗談や教訓、若い世代へのアドバイス、知られざるルーティーンなどを取材していきます。本日のゲストはシンガーソングライターのミレイさんです。はい、ミレイさんとはですね、ジョーカーフェイスという深夜ドラマがあったんですけど、その主題歌をミレイさんが歌ってくださって、でその主題歌がアゲイン&アゲインという曲で、その PV にも私が出させていただいたりと、すごく縁のある方ですね。ミレイさん、何回かお会いしたことあるんですけど、普段の雰囲気と歌ってる時の雰囲気がもうまるで違うんですよ。もう歌を聴いてると、あ、かっこいい凛とした女性なんだなっていうのをすごい感じるんですけど、いざこうそうじゃない場所でお会いして話してると、もうふわ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 してて、それがもうすごく可愛いんですよ。不思議ちゃん、一言で言うと不思議ちゃんな方で、なのでそのギャップもすごく魅力的な方ですね。今日の取材で聞いてみたいのは、やっぱりミレイさんってすごくプライベートな部分が見えないミステリアスな方っていう印象があるので、プライベートな部分をいっぱい聞いていきたいなと思ってます。それでは本日の取材相手ミレイさんをお迎えする前に、私が選ばせていただいた曲をお聴きいただきたいと思います。今回は、ね、ミレイさんがゲストということなので、もちろんミレイさんの曲をご紹介したいと思っておりまして、私が選ばせていただいたのはアゲイン&アゲインです。ね、さっきもお話ししたんですけど、そのジョーカーフェイスというドラマの主題歌にもなった曲で、すごい私も好きな曲なんですけど、ミレイさんがこの曲を渋谷で一人松本さんが歩いてる姿を想像しながら詩を書いたっていうことをなんかツイッターでおっしゃっていて、もうそれがもう私はものすごく嬉しくてですね、やっぱ自分のことを想像して書いた曲なんて経験することないじゃないですか。だからもう聞くたびに、あ、これは私の曲なんだと思って聞いちゃってます。なので皆さんも、あ、これは松本の曲なんだと、松本が夜渋谷で一人佇んでる姿を想像しながら聞いていただきたいなと思います。嫌われそう。それでは聞いてください。ミレイさんでアゲイン&アゲイン。お聞きいただいたのはミレイさんでアゲイン&アゲインでした。
お知らせの後、ミレイさん登場です。たっぷり取材させていただきます。TBS ラジオ新米記者松本ほのかです。本日の取材相手はシンガーソングライターのミレイさん。思春期をカナダで過ごし、2018年より本格的に音楽活動をスタート。ハスキーかつ重厚感のある独特な歌声で注目を集め、2019年のデビュー曲インサイドユーはスキャンダル専門弁護士クイーンのオープニングテーマに抜擢。東京ドラマアワード2019主題歌賞を受賞されました。その後もドラマ偽装不倫の主題歌や目覚まし土曜日のテーマソング、そしてアニメ CM ソングまで日に日に存在感を増し続けるミレイさん。その素顔をたっぷり取材させていただきます。本日のゲスト、ミレイさんとビデオ電話がつながっております。ミレイさん、中さん、ミレイです。よろしくお願いします。見えてます。お久しぶりなのでちょっとドキドキしてるんですが、あれですよね、 PV のアゲイン&アゲインの撮影以来。そうですね、本当にご無沙汰しております。いや、最近もミレイさんの曲を聴かせていただいたりして。ありがとうございます。いや、もう本当に素敵なので。いや。本当に今、緊張しております。呼んでいただいてありがとうございます。おうち時間がすごく多かったと思うんですけど。はい。おうちではどういうことをされてました？もう、最近はやっぱ、楽曲制作が、の時間がやっぱりできたなっていうのが、一番嬉しくて。なんだかんだで楽しく過ごしていて、結構早寝早起きの人間ではいたんですけど、なんかそのせいでまた生活逆転してしまって、今日も朝7時に寝ました。え本当に逆転してますね。逆転しましたね。これを、まあ、ずっと起きて直していこうかなって思ってます。リモート飲みとかされました？しないですね。してます？してないです、一回も。お互いね、なんかそういう感じですよね、きっと。多分そんなにプライベートなお話はそんなしたことないけど、なんとなくちょっとそっち派の人間な感じはします。はい、ソロプレイヤーな。はい。ですね、この番組は私がこの人に話を聞いてみたいっていうゲストの方にオファーする番組なんですけど、はい、前回が松尾さんにゲスト来ていただいて、はい、そのジョーカーフェイスの流れということもありますし、私もちょっと音楽を聴かせていただいていて、はい、ただのファンということもありまして。ありがとうございます。ミレイさんのプライベートのお話とかもいろいろ聞きたいなと思ったりして、お声掛けさせていただきました。嬉しい限りです。松尾さんの後に今日はいろいろたっぷり聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速、ミレイさんへの取材を始めたいと思います。まずはこちら。ワンミニッツクエスチョン。まずは1分間、ノンジャンルの一問一答形式で次々と質問をぶつけさせていただき、ミレイさんの素顔に迫りたいと思います。私が質問していくので、一言でお答えください。はい。それでは参ります。ミレイさんへのワンミニッツクエスチョン。音楽を始めたきっかけは？家族がクラシック一家で、その流れでフルートを始めたことがきっかけです。学生時代の自分を一言で言うとどんな人間？ちょっかいを出すけど静かでふざけた人。カナダで思春期を過ごされて良かったと思うことは？当たって砕ける精神を培えたこと。自分の性格に影響を与えたと思う人は誰？母です。曲の発想が湧いてくる場所はどこ？どこでも、起きても寝てても。これまでの人生で最も悔しかったことは？今年のするはずだったツアーが中止になってしまったことです。人からもらった大切にしている言葉は？ピーター・ドラッカーの昨日を捨てよ。好きな本や映画、詩は何ですか？梅崎春の32歳。ドラマのテーマ曲作りで大事にしていることは？人が考えられる余白を残すことと、主人公が立っているだけでかっこよく聞こえる曲を作ること。
これからやってみたい仕事は？農業。農業、ありがとうございます。いやー、いろいろ本当にね、すごい濃い答えばっかりだったんですけど、まず音楽を始めたきっかけが、家族が、ご家族がクラシック一家で。そうなんです。もう小さい頃からもう両親はクラシックを家で流していてくれて、それを聞いてもう物心ついたら私もクラシックでいつかオーケストラ入りたいって思ってフルート始めてましたね。すごい。でもそのフルートからどうやってこの今の道に進まれたんですか？フルートで音大に行きたいとは思っていて、はい、なんですけどその高校の最後の方で迷っていて、でも私映画が好きで、で映画のサウンドトラックとかをに関わる仕事も楽しそうだなって思って、で映像を学ぶ大学に入り、そしてまあ、大学入りたてぐらいの時にある友達の前でギターで弾き語りをする機会があったんですよ、うん、でそれで初めて人の前で歌って、いやミレちゃんの歌声で本当に心が軽くなったよって言われて、私は本当にもうちょっと単純なので、もうそこからちょっと歌の仕事やってみようかなって思って本当そこからは早かったですね。あー、そっか。じゃあそのお友達がきっかけで今の道に進まれたんですね。そうですね、あの子がいなかったら歌ってなかったと思います。あ、私が気になったのが、人からもらった大切にしている言葉、ピーター・ドラッカーさんの昨日を捨てよっていう言葉、はい、うん、そうなんです、はい、まあ、経済とか、うん、その思想家として有名なピーター・ドラッカーなんですけど、まあ、私は全然マネジメントとかも経済も全然よくわからないんですけど、その言葉にだけ惹かれ、昨日を捨てよって。昨日を捨てよ。そんな どれだけ成功しても失敗しても、昨日を捨てて、今日から生きるっていう志で生きるように、その言葉をよく思い返しています。今を生きろってことですね。そうですね。もう成功、栄光も忘れろっていう。確かに。初心に帰れってことかもしれないです。私もちょっとあるので、その過去を思い出してネガティブになること。うん、もう下手したら1年前の失敗とかを思い出して、すごい病んじゃったりするんですよ。うん、ありますよ。でも、そんなに簡単には、やっぱり切り替えることできないですけど。ミレイさんもあります？もう、本当に幼稚園の頃の恥ずかしいこととか思い出して、幼稚園の頃のキャーってなったりする。例えばミレイさん何かあります？私、なんか、結構バカなことやって怪我をしちゃうんですけど、なんか幼稚園の頃から結構な高い台の上からバンジージャンプってやって紐ついてないんですけどバンって落ちてもう床に体を打ちつけるっていうのをやってすごい大きくしてたことがあって、いやすごいクレイジーですよね。いや今その昨日はそのね過去は捨てていますでも。で、また同じような失敗しちゃうってことも。そうですね。でも次はないと思って。あ、次はない。そうですね。怖いですよね。そういうことしちゃったら、ちょっと命がちょっと危ない。何の話だっけな。ドラッカー。ドラッカーさん、そっか、はい。ありがとうございます。なんか全部が全部、すごい気になるんですよね。私の知らないことだらけで。ちょっとツアーのこと、触れてもいいですか？もちろんです。ね、この、これまでの人生で最も悔しかったことはっていうことで、ね、ツアーが中止になっちゃった。そうなんです、うん、基本的に私そんなに後悔したりしないし悔しいと思ったこともすぐ忘れられるタイプなんですけど、もう今回のことだけはどうしてもずっと忘れられなくて、まあ去年の3月デビューさせていただいて、はい、ちょうど1年で記念でファーストライブでっていうことでスタートさせるライブ歌だったんですけど、はい、まあこういうコロナのいろんなことが影響が響いて全公演中止になってしまい、まあ仕方ないことではあるんですけど、うん、やっぱり本当に楽しみにしてくださっていた方の言葉をなんかたくさん聞いていたのもあってすごくやるせないというか、でも
今を充電期間だと思って、うん、私もね、次のライブに向けても、やる気は満々、11月にツアーがもう決まってはいるんですけど、ああ、そうなんですね。その瀬取りも今から考えてますし、そうですね、もうプラスにしていくしかないなと思っているところではあります。うん、そうですよね。一言で言っちゃえば、しょうがないことなのかもしれないけど、でもまあ時間は過ぎていっちゃうし、もろに悔しい方を目の前にすると何と言っていいかわからないけど、ね、いやいやいや、ツアーも11月にあるっていうことで待っていてほしいですね。そうですね、うん、もう元気に笑顔で笑顔で、はい、ということで、どうですかね、もう一個ぐらい、あ、そうだ、曲の発想が湧いてくる場所はどこっていうので、どこででも寝ててもっていうのがちょっと気になったんですけど寝ててもそうなんです、もうなんかまあ普通にどこで歩いてても、まあスタジオの中でも曲はメロディーは降ってきたりするんですけど、うん、自分でも本当に怖いなって思うのは、もう寝てて結構熟睡してるんだけど、はい、パッと目が覚めて、もう横にある携帯のボイスメモを開いてスイッチをして、自分でももう頭が追いついてないけどメロディーを入れてるってことがあって、すごい。でもその時って50-50で本当に自分で考えためちゃくちゃいいオリジナルのメロディーの時と、うん、もうすんごい有名な曲っていうことがどっちもあって、不安な時もあるけど、でも本当にいいメロディーの時もあって。ちなみに、うん、誰もが知ってる曲っていうのは、どなたの曲が浮かんだんですかね、その時は。なんかアレンジを変えて流れてくることがすごく多くて、うん、はい、一番有名なのだと米津玄師さんのレモンをずっと私踊って練習してた時があったんですよ。覚えたくて、でそれをずっとエンドレスでリピートしていたら、うん、まあ寝て起きたら、あ、最高なの思いついたって思ってそしたらすごいゆっくりのバラード調なレモンを自分で歌ってたんですけどまあそれ、いや、ミレイさん面白いですね。やっぱちょっと不思議な方なんだろうなと思ってたんですけど。いやもうほのかさんのことが気になりすぎて。なんで？もう未知の生き物というか。いやいやいや、多分同じこと思ってます。私。お知らせの後、ミレイさんが影響を受けた曲やアーティストについて伺います。ラジオだから届けられるものがある。私たちはそう信じています。離れて暮らす家族に、会わないと急に寂しいいつもの仲間に、今はそばにいてあげられないあの人に、みんなの生活のために頑張る人たちに、あなたからエールの言葉を送りませんか。誰かが誰かを思う、その声はきっと不安ばかりの世の中をつかの間ほっとさせてくれるはず。エールを届けるラジオ便、TBS ラジオ午後6時の時報の直前にあなたのエールをお届けします。詳しくは TBS ラジオのホームページのバナーをクリックしてください。さて、番組では毎回ゲストの方に人生に影響を与えた曲を取材しています。ミレイさんにも事前に考えてきていただきました。まずは曲名を教えてください。私が選んだのはパガニーニでカンタービレです、はい、クラシックの曲も作るし、バイオリンも弾くし、ピアノも弾くしっていう、もうすごい偉人というか、その中の、カンタービレというフルートでも吹ける曲があって、私にとっては忘れられないというか、はい、とても大切な曲ですね。その曲とはいつ出会ったんですか。小学生の頃には知っていて、ちゃんとフルートをやりたいと思ったのは本当にこの曲があったから、この曲吹けるようになりたいって思って、はい、もう初心者には到底マスターできない難しい曲ではあったんですけど、うん、中学生の時には吹けるようにはなってたけど、長い付き合いですね。その曲のどこがそんなに響いたんですか。曲としてもすごく明るい曲ではあるんですけど、うん、ちょっとセンチメンタルな部分もあるというか、そうですね。思い出が実はあって、この曲には。はい。私、この曲を練習して、いざ発表会で、
披露するってことになったんですよ。うんうん、で、まあ、この私が愛してやまない曲をとうとう披露できるんだと思って、もう満を持しての、登場だったんですけど、はい、そんな時に限ってフルートが壊れちゃったんですよ。で、私の出番、何人か前ぐらいの時にそのフルート壊れたのに気づいて、うわぁ、どうしようって本当に焦って、で、その先生が近くにいたんで、うん、先生壊れちゃったって言って泣きながら言ってたら、先生が大丈夫よミレイちゃんこっち来なさいって言って、先生がこれ私のフルートだから使いなさいって言って、でフルートって初心者とかは実はキーに穴が開いていないんですけど、まあレベル高くなっていくとフルートってキーに穴が開いて空気がスカスカ抜けちゃってすごく難しくなるんですね。でその難しいフルートを吹かせてもらって、あんたならできるみたいなこと言われて、でやっぱり音の響きが違うっていうのもすごく感動したんですけど、うん、もう誰よりもその時好きだったのがそのフルートの先生で、その先生の大切なフルートを持たせてもらったっていうことが何よりも幸せな思い出で、まあ演奏はちょっとやっぱり慣れてないフルートだったので難しかったんですけど、うん、忘れられない最高の経験でしたね。はぁ、そうか。でもそこから先生との思い出につながったんですね。そうなんです。わあ、素敵なお話。わあ、ありがとうございます。じゃあね、そんな素敵な思い出の曲を聴きながら、ミレイさんとはお別れです。じゃあ、それでは曲紹介お願いします。はい。パガニーニでカンタービレです。どうぞ。ほのかの取材後期、本日も楽しんでいただけましたでしょうか。そうですね、ミレイさんとこう久しぶりにお話しして、改めてすごく魅力的な方だなと思いました。で、出てくる言葉がクールビューティーな見た目からは想像もつかない言葉とか、そういうのが出てくるのが面白いですし、昨日を捨てよっていう言葉をこう言ってくれたんですけど、私はすごいすぐネガティブになって過去を振り返りしてしまうタイプなので、その言葉が響きました。もうちゃんとね、こう過去にとらわれず、未来に不安を感じずに、今を大切に今を生きようっていうのは大事なことだなと思って勉強させていただきましたということで、ここで皆さんにお知らせです。本日のゲストミレイさんの初のフルアルバムが6月3日にリリースされています。私が出演したジョーカーフェイスの主題歌 Again and Again はディスク1の1曲目です。もう本当に素敵なのでみんなに聴いてほしいです来週はミレイさんへの取材後半戦です。番組の感想やゲストへの質問はほの@tbs.co.jp ほの@tbs.co.jp もしくはツイッターのハッシュタグ新米記者松本ほのかですまでお願いします。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は松本ほのかでした。さよなら。TBS ラジオ新米記者松本ほのかです。時刻はお昼12時30分を過ぎました。こんにちは。ここからは新米記者松本ほのかですのお時間です。いきなりですが、松本ほのか赤坂のスタジオに帰ってまいりました。帰ってきたって言っても2回目なんですね、スタジオで収録するのは。でもこっちの方がやっぱり音の響きがすごく綺麗な感じがするのでね、そこにストレスを感じてた方もいるかもしれないので、ここからは綺麗な音質でお届けしたいと思いますそうですね、まあいろんな方がリモートでいろいろお仕事されてたじゃないですか。新しい作品をみんなで作ったりとか、私本当に一切何もしてないんですよねこのおうち時間は本当におばあちゃんみたいな生活を送ってましたまあそんな話は置いといて、
気になるのがこれからのドラマとか映画のことが多分気になってる方もいるんじゃないかなと思うので、ちょっとお話ししたいんですけど、ドラマの撮影は順調にこのまま行けば再開できそうなので、もうちょっと時間はかかるかもしれないけど、龍の道、皆さんにお届けできる日は必ずやってくると思うので、楽しみに待っていてくれたらすごい嬉しいし、頑張ります。ちょっと、ね、あんまりこういう話をすると言葉を選びすぎて何て言ったらいいのかわからないけど、みんなでコロナに気をつけて、ね、みんなで変わらずコロナと戦って前みたいな生活に戻れる日が早く来たらいいなと思って、気をつけて私もこれから頑張りたいと思います。みんなで頑張りましょう。さて、この番組では私松本穂香が駆け出しの新米記者として、毎週この人に話を聞いてみたいというゲストにアポを取り、人生の失敗談や教訓、若い世代へのアドバイス、知られざるルーティーンなどを取材していきます。本日のゲストはシンガーソングライターのミレイさんです。はい、ミレイさんとはですね、ジョーカーフェイスという深夜ドラマがあったんですけど、その主題歌をミレイさんが歌ってくださって、でその主題歌がアゲイン&アゲインという曲で、その PV にも私が出させていただいたりと、すごく縁のある方ですね。ミレイさん、何回かお会いしたことあるんですけど、普段の雰囲気と歌ってる時の雰囲気がもうまるで違うんですよ。もう歌を聴いてると、あ、かっこいい凛とした女性なんだなっていうのをすごい感じるんですけど、いざこうそうじゃない場所でお会いして話してると、もうふわ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 してて、それがもうすごく可愛いんですよ。不思議ちゃん、一言で言うと不思議ちゃんな方で、なのでそのギャップもすごく魅力的な方ですね。今日の取材で聞いてみたいのは、やっぱりミレイさんってすごくプライベートな部分が見えないミステリアスな方っていう印象があるので、プライベートな部分をいっぱい聞いていきたいなと思ってます。それでは本日の取材相手ミレイさんをお迎えする前に、私が選ばせていただいた曲をお聴きいただきたいと思います。今回は、ね、ミレイさんがゲストということなので、もちろんミレイさんの曲をご紹介したいと思っておりまして、私が選ばせていただいたのはアゲイン&アゲインです。さっきもお話ししたんですけど、そのジョーカーフェイスというドラマの主題歌にもなった曲で、すごい私も好きな曲なんですけど、ミレイさんがこの曲を渋谷で一人松本さんが歩いてる姿を想像しながら詩を書いたっていうことをなんかツイッターでおっしゃっていて、もうそれがもう私はものすごく嬉しくてですね、やっぱ自分のことを想像して書いた曲なんて経験することないじゃないですか。だからもう聞くたびに、あ、これは私の曲なんだと思って聞いちゃってます。なので皆さんも、あ、これは松本の曲なんだと、松本が夜渋谷で一人佇んでる姿を想像しながら聞いていただきたいなと思います。嫌われそう。それでは聞いてください。ミレイさんでアゲイン&アゲイン。お聞きいただいたのはミレイさんでアゲイン&アゲインでした。お知らせの後ミレイさん登場です。たっぷり取材させていただきます。新米記者松本ほのかです。本日の取材相手はシンガーソングライターのミレイさん。思春期をカナダで過ごし、2018年より本格的に音楽活動をスタート。ハスキーかつ重厚感のある独特な歌声で注目を集め、2019年のデビュー曲インサイドユーはスキャンダル専門弁護士クイーンのオープニングテーマに抜擢。東京ドラマアワード2019主題歌賞を受賞されました。その後もドラマ偽装不倫の主題歌や目覚まし土曜日のテーマソング、そしてアニメ、CM ソングまで日に日に存在感を増し続けるミレイさん。その素顔をたっぷり取材させていただきます。
本日のゲスト、ミレイさんとビデオ電話がつながっております。ミレイさーん。田中さん。ミレイです。よろしくお願いします。見えてます。お久しぶりなので、ちょっとドキドキしてるんですが、あれですよね、PV の、アゲイン&アゲインの撮影以来。そうですね、本当にご無沙汰しております。いやいやいや、最近もミレイさんの曲を聴かせていただいたりして。ありがとうございます。いや、もう本当に素敵なので。いやいやいや。本当に今、緊張しております。呼んでいただいてありがとうございます。おうち時間がすごく多かったと思うんですけど。はい。おうちではどういうことをされてました？もう、最近はやっぱ楽曲制作が、の時間がやっぱりできたなっていうのが一番嬉しくて、もうなんだかんだで楽しく過ごしていて、結構早寝早起きの人間ではいたんですけど、なんかそのせいでまた生活逆転してしまって、今日も朝7時に寝ました。え本当に逆転してますね。逆転しましたね。これを、まあ、ずっと起きて直していこうかなって思ってます。リモート飲みとかされました？しないですね。してます？してないです、一回も。うん、お互いね、なんかそういう感じですよね、きっと多分。そんなに、プライベートなお話はそんなしたことないけど。なんとなくちょっと。そっち派の人間な感じはします。はい、ソロプレイヤーな。はい。ですね、この番組は、私がこの人に話を聞いてみたいっていうゲストの方にオファーする番組なんですけど、はい、前回が、松尾さんにゲスト来ていただいて、はい、そのジョーカーフェイスの流れということもありますし、私もちょっと音楽を聴かせていただいていて、はい、ただのファンということもありましてありがとうございます。ミレイさんのプライベートのお話とかもいろいろ聞きたいなと思ったりして、お声掛けさせていただきました。嬉しい限りです。松尾さんの後に今日はいろいろたっぷり聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速、ミレイさんへの取材を始めたいと思います。まずはこちら。ワンミニッツクエスチョン。まずは1分間、ノンジャンルの一問一答形式で、次々と質問をぶつけさせていただき、ミレイさんの素顔に迫りたいと思います。私が質問していくので、一言でお答えください。はい。それでは参ります。ミレイさんへのワンミニッツクエスチョン。音楽を始めたきっかけは？家族がクラシック一家で、その流れでフルートを始めたことがきっかけです。学生時代の自分を一言で言うとどんな人間？ちょっかいを出すけど静かでふざけた人。カナダで思春期を過ごされて良かったと思うことは？当たって砕ける精神を培えたこと。自分の性格に影響を与えたと思う人は誰？母です。曲の発想が湧いてくる場所はどこ？どこでも、起きても寝てても。これまでの人生で最も悔しかったことは？今年のするはずだったツアーが中止になってしまったことです。人からもらった大切にしている言葉は？ピーター・ドラッカーの昨日捨てよ。好きな本や映画、詩は何ですか？梅崎春の32歳。ドラマのテーマ曲作りで大事にしていることは？人が考えられる余白を残すことと、主人公が立っているだけでかっこよく聞こえる曲を作ること。これからやってみたい仕事は？農業。農業、ありがとうございます。いやー、いろいろ本当にね、すごい濃い答えばっかりだったんですけど、まず音楽を始めたきっかけが、ご家族がクラシック一家で。そうなんです。もう小さい頃からもう両親はクラシックを家で流していてくれて、それを聞いてもう物心ついたら私もクラシックでいつかオーケストラ入りたいって思ってフルート始めてましたね。すごい。でもそのフルートからどうやってこの今の道に進まれたんですか？フルートで音大に行きたいとは思っていて、はい、なんですけど、その高校の最後の方で迷っていて、でも私映画が好きで、で映画のサウンドトラックとかをに関わる仕事も楽しそうだなって思って、で映像を学ぶ大学に入り、そして
その、まあ、大学入りたてぐらいの時に、ある友達の前で、ギターで弾き語りをする機会があったんですよ。うん、で、それで初めて人の前で歌って、いや、ミレちゃんの歌声で、本当に心が軽くなったよって言われて、私は本当にもうちょっと単純なので、もうそこから、ちょっと歌の仕事やってみようかなって思って、本当そこからは早かったですね。ああ。そっか。じゃあそのお友達がきっかけで今の道に進まれたんですね。そうですね。あの子がいなかったら歌ってなかったと思います。ああ。私が気になったのが、人からもらった大切にしている言葉、ピーター・ドラッカーさんの昨日を捨てよっていう言葉を、はい、うん、そうなんです、はい、まあ、経済とか、うん、その思想家として有名なピーター・ドラッカーなんですけど、まあ、私は全然マネジメントとかも経済も全然よくわからないんですけど、その言葉にだけ惹かれ、昨日を捨てよって、昨日を捨てよ、そんな どれだけ成功しても失敗しても昨日を捨てて今日から生きるっていう志で生きるように、その言葉をよく思い返しています。今を生きろってことですね。そうですね。もう成功、栄光も忘れろっていう。確かに。初心に帰れってことかもしれないです。ああ。私もちょっとあるので、その過去を思い出してネガティブになること。うん、もう下手したら1年前の失敗とかを思い出して、すごい病んじゃったりするんですよ。うん、ありますよ。でも、そんなに簡単には。やっぱり切り替えることできないですけど。ミレイさんもあります?もう、本当に幼稚園の頃の恥ずかしいこととか思い出して、もう幼稚園の頃のキャーってなったりする。例えばミレイさん何かあります?私、なんか、結構バカなことやって怪我をしちゃうんですけど、なんか、幼稚園の頃から、結構な高い台の上から、うん、バンジージャンプってやって、紐ついてないんですけど、バンって落ちて、もう床に体を打ちつけるっていうのをやって、すごい大きくしてたことがあって。すごいクレイジー。クレイジーですよね。ですよね。今は、今その、昨日は、そのね、過去は捨てています。ああ。で、また同じような失敗しちゃうってことも。そうですね。でも次はないと思って。あ、次はない。そうですね。怖いですよね。そういうことしちゃったら、ちょっと命がちょっと危ない。何の話だっけな。ドラッカー。ドラッカーさん、そっか、はい、ありがとうございます。なんか全部が全部すごい気になるんですよね。私の知らないことだらけで、ちょっとツアーのこと触れてもいいですか？もちろんですね。このこれまでの人生で最も悔しかったことはっていうことで、ね、ツアーが中止になっちゃった。そうなんです、うん、基本的に私そんなに後悔したりしないし、悔しいと思ったこともすぐ忘れられるタイプなんですけど、もう今回のことだけはどうしてもずっと忘れられなくて、まあ去年の3月デビューさせていただいて、はい、ちょうど1年 で記念でファーストライブでっていうことでスタートさせるライブ、歌だったんですけど、はい、まあこういうコロナのいろんなことが影響が響いて、全公演は中止になってしまい、まあ仕方ないことではあるんですけど、うん、やっぱり本当に楽しみにしてくださっていた方の言葉をなんかたくさん聞いていたのもあって、すごくやるせないというか、でも今を充電期間だと思って、うん、私もね、次のライブに向けてもやる気は満々、11月にツアーがもう決まってはいるんですけど、ああ、そうなんですね。その瀬取りも今から考えてますし、そうですね。もうプラスにしていくしかないなと思っているところではあります。うん、そうですよね。一言で言っちゃえば、しょうがないことなのかもしれないけど、うん、でもまあ時間は過ぎていっちゃうし、もろに悔しい方を目の前にすると何と言っていいかわからないけど、ね、いやいやいや、ツアーも11月にあるっていうことで待っていてほしいですね。そうですね。もう元気に笑顔で、笑顔で、はい、ということで、どうですかね、もう一個ぐらい、あ、そうだ、曲の発想が湧いてくる場所はどこっていうので、どこででも、寝ててもっていうのがちょっと気になったんですけど寝てても、そうなんです。もうなんかまあ普通にどこで歩いてても、まあスタジオの中でも曲はメロディーは降ってきたりするんですけど、うん、
自分でも本当に怖いなって思うのは、もう寝てて結構熟睡してるんだけど、はい、パッと目が覚めて、もう横にある携帯のボイスメモを開いてスイッチをして、自分でももう頭が追いついてないけどメロディーを入れてるってことがあって、すごい。でもその時って50-50 で、本当に自分で考えためちゃくちゃいいオリジナルのメロディーの時と、うん、もうすんごい有名な曲っていうことがどっちもあって、不安な時もあるけど、でも本当にいいメロディーの時もあって。ちなみに、その、うん、誰もが知ってる曲っていうのは、その、どなたの曲が浮かんだんですかね、その時は。なんかアレンジを変えて流れてくることがすごく多くて、うん、はい、一番有名なのだと、米津玄師さんのレモンを、ずっと私踊って練習してた時があったんですよ。覚えたくて。で、それをずっとエンドレスでリピートしていたら、うん、まあ寝て起きたら、あ、最高なの思いついたって思って。そしたら、すごいゆっくりのバラード調なレモンを自分で歌ってたんですけど。まあ、それ、いや、ミレイさん面白い。